ちょっとずつ、うん、まあ年を取ると、はい、自分が分かってくるというか、うんうんうん、まあ、こういうタイプのことをやって、うん、ようやくですかね、うん、あの分かってくるというのは、うん、僕自分が、はいはい、やりたいなと思っていたことを、うんうん、他の人が、うん、うまくやってる、うんうんうん、みたいな時に、うん、僕ね素直にいいねできるかなっていうところがあるんですよ、うん、昔から、うんうん、上手にやってる人見てそう、うん、例えば、まあ、よくこのチャンネルでは、うん、取り上げさせていただく、はいはい、あの弟子チャンネル、はい、弟子チャンネル弟子チャンネルの、うん、まあ、サブチャンネル昔はそこは、はい、あのマインドインジェクションという名前でやってて、はいはいはい、今は、軸なしチャンネル、 チャンネルっていうところでやってる、うん、YouTube の仲間がいるんですけど、うん、はいはい、そこがなんかその父親に会いに行くみたいなのをやった時に、うんうんうん、僕は素直にいいねができなかったんですね、うん、なぜなら、うん、僕には持ってない武器で、ああその武器はない、そうバズりそうな企画、はい、抜かれるんじゃないかっていう恐怖、あ泣けました的なコメントとかありましたよね、そう、うん、で僕らよりもうまくやられる、うん、みたいな時に、うん、僕は素直にいいねができないんですね、うん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 、なんか自分が勝ててるよっていう時だと、うん、いいねができるんですよ、ああはいはいはい、っていう、うん、勝ち負け、僕は汚い人間だ、うん、っていうのは思ってます、うん、ただなんか何でしょう、まあ、教育、はいはい、教育で、うん、グッて、ま、なんか人間丸くなっていくじゃないですか、はいはい、とかその痛い目を見るとか、うん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 、こんな僕でもいいねをされるっていうので、うんうん、あ人ってそうなんだねっていうところでなんか丸くなっていくんですけど、はい、昨日まあ生配信は今週は日曜日になりますってやったところで、うん、その十何人の方にいいねをしていただき、はいはい、改めてねなんてこの人間ってなんだろう利害関係があった時に、うん、よくインスタってそうじゃないですかインスタってそうじゃないですかって言うと僕の見方としては、うんうん、なんかインスタで自分の宣伝を、はい、たまにじゃなくて、うん、もう頻繁にパンパンって上げる人っているじゃないですか、うんうんうん、そういうのを見て、うん、いいねをするときって、うん、あの例えば僕の見方では、うん、その彼らは相互フォローしていて、うん、いいね合戦、はいはいはい、っていうのは、うん、損得感情なので、うんうんうん、分かるんですよ、はいはい、ああ損得だよねって、うんうんうん、でもなんかそんなんて言うんだろう心から応援しているんだろうなっていうのが見えるとちょっとわけがわからないんですね、うん、でもまあファンあでそのファンで我々って別にそのチヤホヤされないじゃないですか別にチヤホヤされるもんじゃないと思ってるんですね普通のサラリーマンと言い方汚くてごめんなさいね、うん、はいはい中小企業の、はい、代表ではあるが、でなんかそのメディアに出るわけでもなく、はい、キレのいい、うん、コメントを、うん、松本人志さんのように、うんうん、出すわけでもない、うんうん、ところに、うん、でまあ2枚目じゃないじゃないですか、はい、まあ、体調は2枚目の香りしますけどいやいやいや、うん、こんな何私なんてもうハゲチャビン、はい、っていうところでなんか自分を誤解していたところがあったのは、うん、僕はこの岡田斗司夫さんの今、うんうん、今日この動画を撮ろうとしている、うんうんうん、欲求の4タイプ、はい、で僕は、うん、その目立ちたいからやってると思ってたんですね、うんうんうん、いつも目立ちたいからやるんでしょうみたいなことを言ってるんですよ僕は言ってますけど言ってますけど、はい、多分その、うん、ギューって本能の方まで、うん、下がって掘り下げていくと、うんうん、多分、うん、勝ちたい勝ちたいっていうのがあって、うんうん、またそれは、うん、多分人生が負け続けていたから勝てなかった幼少期があって、はい、でもその時でもなんか笑ってごまかしてたんですけど、うんうん、笑ってごまかすことで、でその笑ってごまかすのが目立ちないなのかなってそう僕思ったんですけど多分でも本心本当は勝ちたい勝ちたい勝ちたい欲求があるけど、はい、勝てないと思った時に、はい、とりあえず目立ちたいでごまかす目立ちたいでごまかすのか目立ちたいで一番を取るのかっていうこの辺がだからこうそう目立ちたいって言っても、はい、本当にただ目立ちたいとか注目されたいというよりは勝ちたい、
のがあったのかなっていうのが分かってくると、はいはい、ちょっとなんか楽になるというか、うんうんうん、っていうところでショータイム二戸への友人屋でございます。 T 隊長です。浅ましい、浅ましいですね私って。浅ましい二戸でございます。隊長です。隊長でございます、はい、というところで今日は欲求の法則、はい、岡田斗司夫さんのやつ、うん、ビジネスにどうやって使えるか、はいはい、っていうのはこの岡田斗司夫さんは、うん、この欲求の法則、うん、注目型、うん、指令型、うん、法則型、理想型ですね、はいはい、岡田斗司夫さんがその人間の欲求特性を定量的に分類する手法として、はい、グラフ化したものだそうですと、うん、でそれを、まあ、岡田斗司夫さんは動画の中で、うん、多分自分を見るときには、うん、結構見誤るところが、うんうんうん、まあ、どのタイプもそんな感じはしますよね。あると思うが、はいはい、これはその人と仕事をするときとかに、うんうん、この人がどんなこだわりを持ってるのか、うんうん、っていうのを見るときに役立ちますよなんていうのを話をしていて、はい、自分っていう話はしてなかったんですが、うん、自分に役立てるっていうところ、うんうんうん、ただ僕がこの欲求の法則をやってみて、うんうん、僕はこのテストを受ける前は絶対に注目型だと思ってたんですね、はいはいはい、軽く紹介させていただきますと、うん、注目型っていうのは情熱、すなわち自分の熱意が何よりも大事で、うん、人から注目されたい、うん、認められたい、うん、頼られたいという欲求が基本的に強い、うんうん、このため目立ちたがり、うん、甘えん坊、人情もろくておせっかいな人が多いと言われていて、うん、無視やないがしろにされることを最も苦痛と感じるため、うん、自分がのけ者になることや陰口を言われると腹を立てます、うんうん、ムードメーカーでそこにいるだけで場が華やぐ人が多いのがこのタイプの傾向、うんうん、面倒見がよくて付き合い上手だが、身近に不機嫌な人がいると落ち着かないと、うんうん、会話が途切れないように気を使い、パーティーなどでも参加者が楽しめるようについつい気になってしまう、うん、っていうところを見ても、あ、絶対僕やんって思ってたんです、うんうん、これあの注目型の有名人としてはアカシアさん、まあ、マイケル・ジャクソンなんて言われていて、で、指令型、うん、指令型というのは、基本的な欲求は勝負にこだわる、努力家で常識人のしっかり者だからこそ、上司部下目上目下の上下関係には厳しく、部下や後輩が生意気だと腹を立てる、うん、能力の差はもちろん奥さんが全くないので、あ、ただでも腹立ててますよ多分でしょうね。社会的地位や序列を一番気にする、うん、仕事だけではなく恋愛も家庭も全てが対決の場と考えている節はあります、うんうん、その勝敗の判定ルールもはっきりと合理的で理性的、うん、他人への好き嫌いを表に出さず、うん、誰とでも付き合いができますと、うん、その上向上心があふれよく働く努力家になるので、うん、有能な人が多いのが指令型の特徴、うん、でまた冷たく気が許せないという評価がある人も多く、うん、孤独に耐える強さや自分に対する厳しさも備えています、うん、で指令型の有名人としては、うん、勝間和代さんなんて言われています、うん、で法則型、うん、物事の仕組み法則を自分なりに理解したり発見したり推測仮説を立てることに喜びを感じます、うん、自主性が強く何をするにも理由がわからない場合に苦痛を感じる、うん、成功してもなぜ成功したのかわからない場合は落ち着かないと、うん、逆に失敗しても失敗の原因がわかれば、うん、嘆いたりしないと、うん、常に一歩引くニヒリストであると、うん、本当のことだから言わない方がいいことも、うん、つい口にして嫌われることもありますと、うん、現実をシビアに判断できる、うん、なんでこの参謀として活躍する人が多いと、うんうんうん、でまた行動パターンが決まっている傾向がありいつも行く店が決まる場合が多いと、うんうん、計画したことが他人のがままで無駄になった時に腹を立てる、うん、感情的にパッてなっても立ち直りが早い、うんうん、って言われていて法則型の有名人としては池上彰さんとか、うんうんうん、ひろゆきさんだと言われています、うん、で理想型、うん、理想型っていうのは考えている通りに物事をやり遂げることにこだわります、うんうん、結果よりプロセス、うん、目的より手段を重視する、うん、
客観的な成功や完成ではなく、うん、他人の目から見てもわからない確固たる基準や理想像が自分の中にあって、それに自分の中の理想に近づくことが喜びになると、うん、逆にいくら努力しても理想像に近づけないことが悲しみや怒りになる、うん、正義感が強く頑固こだわり派、人間として、うん、ちゃんとしていたい、立派でありたいという欲求が強い、はい、お金や権力には惑わされない、うん、自由や自分らしさ、うんっていう生き方を好む人が多い、うん、お客さんとか、はいはい、外部には媚びない、うんうん、職人や本物は本物の芸術家、うん、でまた頑固すぎて世間から浮いてしまうこともあると、うんうん、個人的なこだわりが強い分、理解者を一生かかっても探し求めることになると、うん、理想型の有名人としては松本人志さんとか、うんうん、宮崎駿さんとかが書かれています、うん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 っていうのがこの岡田斗司夫さんの人生の法則、はいはいうん、でこんな私がやってみたところ、うん、司令型になりましてですね、うんうんうん、ただ司令型といっても、うん、ここですね、見えますかね、見えないですかね、この線上、ここあはいはいはい、この青い点、青い点、うん、ここに位置しておりですね、はい、惜しいです、惜しかった、注目型司令型だった、はい、で体調はどこになったんでしたっけ。僕は、はい、注目型となりました、はいはい、でもまあ、うん、体調の注目型の位置は、うんまあ、先ほどのこの十字の線で言うと、うんうん、本当にこのセンターに近いところですよね。もう真ん中に近いところです。真ん中に近いところのちょっと左上ぐらい、うん、左上ぐらい、はい、で思い当たるのが、うん、個人的なところです、はいはい、すいません我々、うん、ちょっとこの冒頭にお話しした、うん弟子チャンネルですね、うん、弟子チャンネルの、うんこの軸なし現軸なしチャンネル、はいはい、その彼らがリア充だったので、うんうんうん、彼らは出身大学と強いつながりがあり、うんまあ、コロナ禍で行われた、うんはいイベントにイベント、はい、大学祭みたいなもので、うん、彼らが仕切ることになったっていうところに誘われたんですよね、うん、来ませんかと、来ませんかと、うん、それは、向こうから隊長に連絡があった、うんはい、コータから、コータさんから、はい、で来ませんかと言われた、うんうん、でその時に初めの僕が隊長から聞いた説明では、うん、学祭を仕切る、うん、彼ら YouTuber、うんうん、と縁のある YouTuber が来ますと、うんうん、でその中の一部として、うんうん、M8 さん、あそう、M8 コーナーみたいなのがあって、はい、そこにちょっとでそういうのが多分いくつかこういくつかありますよっていうのを聞いたんですね、はいうん、っていうのを僕は隊長から聞いたときに、うん、行きませんかって、行きましょうよ、うんうん、行きましょうよって言われたんですよ、うんうんうん、で僕はその時に行きますってそうちょっと否定的な、はいうん、行って意味ありますかねみたいなのになったんですけど、うん、その時の僕の心情を吐露させていただきますと、うんうんはいはい、彼らから呼ばれた、うん、でその M8たくさんの YouTuber が来ますよ、うん、彼らに縁のある、うんうん、って言われた時に、うん、僕たちってそんなに縁ないですよ今ほど、要はまだ1回コラボしただけの関係で、はいはい、そんなに縁がないから取り上げられ方も絶対に薄いはずだと、うんうん、特にそのマインドインジェクションというのは、うん、金剣のっていうタイトルでしたからね。あ、そうですね。金剣のマインドインジェクションっていうところで、はいはいうん、僕らは金剣さんというリーダーから呼ばれたわけではない。コータから呼ばれた。そう、うん、から呼ばれたから、うん、絶対扱いは小さいはずだ、うんうんうん、でそのたくさんの YouTuber が来る中で、うん、扱いが小さいところに行って、うん、メリットがありますかね、うん、っていうのを僕は思ってたんですね、うんそんなことも多分言ってましたよ、多分言ってましたよね、多分ね、うん、言ってました、うん、言って意味ありますかね、うんうん、っていう話をしていて、で僕はこう、まあ、少しでも目立つ機会があるならっていうのが多分注目型っぽいのかなっていう。そうですその、で僕が司令型になって、うん、この司令型っていうのが大事にするのが勝ち負け、うん、勝ち負け勝ち負け損得、うんうん、っていうのになった時に、ああ俺昔からそうだったじゃんって、うんうん、自分の方が目立てない、そう一番になれないのは拒否する、はい、うん、でもまあここは
無理やりちょっと僕がやりましょうよやりましょうよの側面が強いですし、隊長と僕は呼んでますし、まあこれは上司の上位からの命令であればまあ行きましょうってことになり、この学園祭みたいなところに行ったっていう経緯があるんですよね。まあ結果その学園祭では大事に扱われて、満足して後半はまあ出ずっぱりにさせていただいたので、あのホクホクで帰ってきたんですけど、勝てたという感じで、勝てた勝てたと、っていうのを感じたときに、この岡田斗司夫さんは、この人生の法則、欲求の4タイプを人と仕事をするときに役立ちますよなんていうのを話をしていたんですけど、なんかそのこれを皆さんどうやって生かしましょうっていうのが今日やりたかった動画でございます。